シュウジさん、返事が、ロッドノンの声も聞こえてなら、もシュウジ、わ、タクマか、よかった、無事。ああ、でもすっげえ汗かいてるし、顔い
モンスター怖い。なんだよこいつら。すまない。そうだ。で、僕は不甲斐ないかもしれない。いや、そうだよな。あれ。当たり前でしょ。言っていいことと悪い。場を和ませたかったのはわかるけど。ごめんって。あいつ。もうダメかもな。ダメってどうに。ああまあ俺たちじゃどうしよう。なあ俺らってさ、そうだね、勘が話し、ガルルモンのやつはそうなったら仲間の言う。そうね、知性とでも。だがあいつら俺たちをただの餌にしか見てない感じだぜ。俺はそう思うぜ。だから力で屈服させるしかねえんだ。そうだそうだ。おい、話し合いができるか戦うか。僕らは知ってるだろう。人間の子供を生贄にする連中だ。でも何か事情があるのかもしれないし。事情ってどんな？どんな事情なら許せんの？それはだからってさ、それこそ私たちの想像も。そう。おいタクマ、こっち。そね、ねえ。やめろ。どうしたん？うるさい。どうな。わかんない。早っ。一人で行っちゃったよ。チッ、追いかけよう。
僕は…みんな!あらあら、かわいそう。僕がどうにか…君は知性があるんだろ。仕方ないわ。あなたは私たちと戦わないで。そうだ、僕決して君たちを…そういうことなら…ただし、あなたには対価を支払ってもらうわ。それくらいはいい。私たちには意見一人だけ差し出し…シューズさん、一人だけ本当に。シューズさん、誰もいねえよな。アルケニも目を覚まして。一人そんなの。おい、どこ行く気だよ。そうだ、追いかけようぜ。うん、答えろアルケニも。関心な心がけだけど、あなたにそんな度胸、人並み外…あなたはただ怖い。そうして間違いねえ、あいつはまた幻を見…敵の思うつぼ…クンクン、シュージはきっとアルケニモンの幻を見ているの。ずっとおかしいと思ってた。あの偽物たち…アルケニモンの狙いは…アルケニモンは僕ら…僕たちには…おい、私たちも急ぎましょう。ロップモンが追いかけ…ほーら、やっ…やだ、死にたくない。大丈夫だよ、シュ…残念…うわぁ、なんだお前、守る敵もしないことを言うな。お前がも…お前が進化…そうだ、敵…みん…僕…いけない。わからないけど、とにかく修二さんを止めないと。はい、あるけ、これさ、目が、うん、あらて、もっとな。
の番だね。ブレス、ここは俺が行く。わからないけど、やった、やればできるじゃ。姿が変わったぞ。あれはウェンディモンか、カイト。多分このままじゃ。あの子はもう…やべえよ、戦うしかない。
お前が進化でき行こう。絶対に勝つんだ。リアトリモンか。行こう。戦うしかない。行くぞ、みんな。
せてやる。僕の番だね。行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。デスプラクションドア。俺が行く。グレイモン、その俺たちなこ
は俺が行く。心が壊れていく。てめえ、そうよ。ふざけんな、返せよ修二さん。そう、人間なんかに関わらなければ。てめえがやったんだろうが。遊んであげて。逃げんな。これは葵、い修二さん。落ち着こう。無理だよ。ねえ、どうなってんの。見てたならわかるだろ。お前が言ってたのってまさか。くっそ、もう犠牲を出さないって言ってたのに。しっかりして葵。こんなとこありがとう。修二さんはロップマンを信じられなかった。でも知らない間年上だから、私たちが多い。みんな、嘘。次の狙いは、みんな集まって。おいおいおい、やばい。いや、ミュウ、どうしたら。君たち、あ、生きた。心配をかけたようだね。だが今はとにかく急いでくれ。一刻も早くここから逃げなければ。説明。みんな、たくま、あぐま。